シンガポール建国の父であり、今日のシンガポールの繁栄の礎を作ったアジアの偉大なリーダーだったと思います。その上で、リー・シンロン首相をはじめ、遺族やシンガポール国民に懲意を表しました。さらに安倍総理は、このような鋭枚な指導者の請去は国際社会にとっても大きな損失だとするメッセージを リーシェンロン首相宛てに送りましたまた菅官房長官もアジアが生んだ現代における最大の偉人の一人だと元首相の死去を惜しみました日本政府は29日に行われる国葬に特使の派遣を検討しています